どうして連絡が取れなくなったのか。お父さん死んじゃうんだよ。今さら父親なんてやっぱり思えない。こんなんだから一生主人公にはなれないんだよな。タイムスリップしてきた人みたい。今西暦2036年。私がどんな気持ちでいろいろ我慢してると思ってんの。勝手なこと言わないでよ。新しい家族ができたら絶対に悲しい思いさせない、幸せにするって心に決めて。ごめんね、こんなに強い子にしちゃって。ちゃんと出会えたんだよね、全部伝えられる人に。一番いい回目は何か変わるかもしれない。自分が傷ついてるふりしてあなたを傷つけた。